偶然チャンネル。こんにちは、ちゃんめいです。本日の動画は川崎大師ぶらり旅へ今ですね、川崎大師駅に来ました。京急線にね乗ってきたんですけど、あれですね、羽田に行くぐらいしか京急乗らないんですが、ちょっと、来てみました。ちょっとねもう夕方で早く撮影しないと、こう日が落ちてね、こう暗く見えづらいとなって見えづらくなっちゃうんで、ブラブラしたいと思います。今日のコーディネート紹介でちょっとね、ディーゼルのホワイトなカーゴパンツにボンバージャケットで歩きましょう。今日もすっぴんですよ。いつもすっぴんですけれども、てかさあ、もうめっちゃ夕方だけどさ、お店開いてんのかな。やばい。なんかね、久しぶりに川崎大使来たんですよ。川崎大使は家族でね来る初詣の場所だったんで、結構何回か来たんですけど、ちょっとね、ここ何年かはやっぱコロナがあってから来なかったんで、すごい久々に降り立った感じなんですけど、なんかさ、いつも来るときバスだからさ、その京急線も初めてだね。なんか行き方とか全然忘れちゃったし、どうだろうね、変わってんのかな、結構どうかな。まあね、お正月のようなね、こうにぎわいっていうのはね、まああるわけがないんですけれども、どうだろうね、もっと正面の方行ったら人もいるかね、分かんないね。あ、やってるやってる。あ、やばい、閉店してる。あ、すごいすごい。あれ、すごい初めてかも、こういう、見てね、すごい。キノコやわ。うまい。はい、お参りをしてきました。おいおい、おここでこけそうになっちゃった。結構広いんだね。あんまりさ、ちゃんと見たことないじゃん、なんか混んでてさ。すごい、結構広い。すごい。
やって、人だと思ってさ近寄ったらさ、いやめっちゃカチカチさ包丁鳴らしてたのにさ人形だったよ。マジ焦ったよ、ちょっとホラーだよ、怖い。必ずいますから僕。いますね。こうやって自撮りしてるやつやるけどね。こうやって自撮ってるから家帰ったら俺が写ってるんですけど。ありがとうございます。じゃあいただきます。あったかい。めっちゃ歯にじんわりしみてくるわ。やっぱね、陽気な方いらっしゃいますね。こう慣れてる。SNS 慣れしている方が気軽に、ね、思ったより暑い、美味しい、うん、あったかい、なんか冷え始めたね。まあ、取れたかはちょっと少なかったんですけど、ちょっと久々に川崎大師来て、おほら、来るバイクも来て、はい、とんでもない仕上がりになりそうな感じなんですけど、はい、まあ、今ね、もう夕方5時過ぎたんですけど、もう5時で川崎のお店が全部閉まっちゃうので、あの、本当ギリギリにね、ちょっと駆け込めてよかったなって感じなんですけど、はい、まあ、こんな感じで。皆さんは川崎大使ふらっと遊びに来てください。早い時間がおすすめです。はい、じゃあまた動画でお会いしましょう。またね。困った。